視点を変えれば世の中は変わる。私たちはリシンクをキーワードに、これまでにない視点や考え方を生かしたプロジェクトを日本各地で展開しております。さて、今日はどんなリシンクに出会えるのでしょうか。今日のひらめきの時は東京都調布市から。都心からほど近い調布市には意外にも農家が多いため直売所がたくさんあるんだとか。そこで調布市は調布市農産物直売所マップを作成。直売所をより身近に利用できるよう、今ではスマートフォンでルート案内までしてくれるんだとか。これが調布市農産物直売所マップですよね。一体これから何するんですか。今日は清人さんにこのマップを使って調布市の直売所を巡る農産物直売所弾丸ツアーをしてもらいます。弾丸するものなんですか、直売所って。最後に調布市で採れた野菜のみで作ったサラダ、調布サラダを作って食べてもらいたいと思います。調布サラダ。まず向かったのはマインズショップ調布サウスゲートビル店。すいません、ちょっと見させていただいていいですか。ザ直売所って感じですけど、つるむらさきとか聞いたことない。サラダもいけます。サラダも美味しくいただけると思います。おすすめの野菜みたいなのってありますか。トマトがおすすめになってます。トマト、はい。いつ採れたんですか。今朝収穫した野菜を持ってきていただいております。今朝、太田春夫さんが作ったトマト。他サラダ入れたいんですけど。コリンキーかぼちゃ。コリンキーか、これですか。こちらになります。めちゃくちゃハロウィンじゃないですか、これ。生でも食べられるかぼちゃになっておりますので。生で食べられるんですか、これ。いつ採れたんですか。こちらも今朝採れたものになっております。今朝じゃないのあるんですか。今朝じゃないものありません。すごい、さすが直売所ならでは。次の直売所はめっちゃ珍しい感じの、なんと野菜の自動販売機。よく買いに来られるんですか。私はほぼ毎日。毎日？毎日美味しい美味しい。じゃあキュウリ買おう。サラダにしようと思って、うん、気をつけてください。100円。100円あげた。楽しい。キュウリゲット。3軒目はワインズショップ調布店。こちらもたくさん、なんかパクチーじゃないですか。サラダ、大葉も入れちゃいましょう。サラダに。この豆腐って調布さんなんですか。そうですね、調布の豆腐屋さんが作って持ってきてくださってます。豆腐入れましょう。調布サラダ、あの豆腐サラダね。最後に訪れたのは神代農産物直売所うまいんず。あ、もう結構売り切れてますね。すごい。あれ、ゴーヤ新鮮でお手頃、早い時間に品薄になることも。なんとかゴーヤをゲット。すべて調布産の野菜で、どんなサラダができるかな。できました。純度 100% 調布サラダ。今回野菜を味わうためシンプルな清人オリジナルドレッシングでいただくことに。おっきい太田さんのトマト。太田さん、うまい。僕初コリンキ。シャキシャキして人参に近いのかな。初めて食べます、つるむらさん。うまっ。僕これ好きかもしれない。どんな味ですか。葉っぱ。いっぱい美味しい葉っぱありますから。調布の豆腐をいただきます。めっちゃ濃厚。デザートみたい。農産物直売所マップ、地域の人と農家の人の架け橋となってね、なんか温かい気持ちになりましたね。美味しかった調布サラダ。僕もね、なんか地元に帰りたくなっちゃいました。僕もリシンクできました。次回のひらめきの時は調布市広報課のリシンクを探します。